甲府アシントンホテルプラザは山梨県甲府市中央にあるホテルである。ここでは、当ホテルの建物内にある各種商業施設についても記述する。法定再開発事業、甲府中央4 2地区再開発の名称で1995年により事業化され、1998年に地上13階建てのビルが竣工した。同ビルの3階以上と1.2階の一部に、 ホテルが入居している。元々の知見者として、甲府武蔵野間、パチンコ大丸などが名を連ねていたため、1.2階の他の部分にシネマコンプレックスとパチンコ店、大丸本店が入居しているが、このうちシネマコンプレックスは2011年3月をもって無期限休館した。ワシントンホテルが運営しており、客室数243室と山梨県内の 単独ホテルとしては2006年に、現、東横院、甲府駅南口2がオープンするまで最大の客室数を誇っていた。室内は、インターネット接続はもちろん、車椅子対応のバリアフリールームなど、障害者対応の客室をいち早く取り入れている。直営のレストランとして1階は、ビアレストラン、最上階である13階には、焼肉店があり、 これらのサービスが付いたパックも用意されている。再開発以前からの地権者の一社である武蔵野工業が経営していたシネマコンプレックス。同社はワシントンホテルプラザと資本関係が一切存在しない。劇場はホテルと入り口が異なっており、山梨映画祭の会場としても使用された。前身は1954年に開館し、 同社の子会社である甲府武蔵の英劇が所有、経営していた甲府武蔵の館、甲府ピカデリーである。同劇場は再開発に合わせ1996年10月に閉館、解体された。なお、同劇場の一時代替館として、甲府シネマ借りて1.2が1996年9月末に開館し、甲府武蔵のシネマ5の開館後も営業していたが2001年に、 閉館している。甲府武蔵のシネマ5は、ホテルの開業と、ほぼ同時に、県内初のシネマコンプレックスとして開館した。証券人口が30万人程度と想定されていた、ため、絶対的な優位性が、念頭に置かれ設備が導入された。その会もありピークの2004年には年間動員数16万人を数えたが、 2010年には7万人まで落ち込み、同年3月期決算では2380万円の赤字となった。2011年3月17日に東方シネマズ、交付が開館することもあり、同年3月31日をもって休館した。同社は動員の低迷理由として、個人消費の低迷や競合感の増加を上げている。なお、映画館は、同ホテル施設にすら、 改装転用されておらず、2018年4月現在も、入り口は閉鎖されたままである。閉館ではないため、再開するしないも発表されていない。このため県庁所在地唯一で、シネコンがない。ワニスクリーンであり、シネコンには分類されていない。ありがとうございます。